じゃあ皆様方ごきげんよう。次世代の当主をいたしております平沼武雄でございます。今まで7回にわたって今の憲法の問題点についてお話をしてきました。今回は憲法に関して8回目でございますので、いろいろ矛盾点がございますので、今日は言い出したらきりがありませんけれども、前文に対しての私の意見を言わせていただこうと、このように思っております。で、全文を読んでみるといろいろ問題があるわけです。使っている日本語の助詞の使い方も間違ってます。これは翻訳憲法ですからそんなふうになってるんじゃないかと思いますけれども、まず出てくるのは、そもそもその憲法というのは国民の信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その行使は国民の代表がこれを行い、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であって、憲法や法律、省直を超えるものだから絶対守れと、こういうふうに書いてあるわけであります。しかし、これよくよく読んでみるとですね、ゲティスバーグでリンカーンが演説をしたアメリカンデモクラシーの基本理念をそのまま言ってるんですね。そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来する。これはオブ・ザ・ピープル、このことを言ってるわけですね。そしてその行使は国民の代表が行う。これはバイ・ザ・ピープルと、こういうことになって、そしてその福利は国民がこれを享受するというのはフォー・ザ・ピープル。これがアメリカンデモクラシーの基本理念が人類普遍の原理だから日本も受け入れろと、こういうことなんですね。それじゃあ翻って考えてみてですね、例えば仏教の国、マホメット開教の国、あるいは王権を持っている国、共産主義の国、これが人類普遍の原理なんでしょうか。例えば共産主義というのは党が全ての代表をするわけでございまして、決して人類普遍の原理ではないわけであります。アメリカンデモクラシーの基本理念を、前にも申し上げたように日本に押し付けてきたわけであります。じゃあ当時、昭和21年頃、日本人はもう国中を焼かれてしまって、貧困と、そして大変な荒廃に、その渦の中に日本人がおりました。だから人類普遍の原理なんというアメリカンデモクラシーなんかを理解して受け入れたわけではないわけであります。言ってみれば、マッカーサーの最高司令官の強権によって、これも繰り返し申しておりますけれども、押し付けられた感じなんです。当時の日本人にはまだまだアメリカ人のそういう基本のアメリカンデモクラシー、こういうものを理解する余裕がなかったわけでありまして、アメリカは戦犯条項を持ち出してきましたし、天皇陛下を追放するようなことをいたしましたし、20万人の人々を全部公職追放、パージにいたしましたし、あるいは徹底的な言論統制をやってきました。だから人類普遍の原理だから、お前らはこれを受け入れろ、受け入れざるを得なかったわけでございまして、今申し上げたようないろんな方策によって日本人というのは洗脳をされてしまっている。私はここは非常に大きな問題だと思います。やっぱり日本には長い歴史や伝統文化があるんですから、そういったところから日本を見つめ直して、そして基本理念をしっかり打ち立てて、新しい憲法の前文、こういうものを作っていくべきじゃないか、このように思っております。たくさんありますけれども、
もう一つ言わせていただきますと、前にもちょっと触れましたけれども、全文の中に平和を愛する諸国民の信念に基づいてですね、我らの安全と生存を保持しようと決意した、こう書いてあるわけであります。これも洗脳された人たちはその通りだなんて思っちゃっているわけでありまして、今安倍総理大臣が一生懸命やっている安保法の改正も憲法違反だなんていうようなことを言い出しているわけであります。しかし戦後70年経ってですね、この世界に平和を愛する諸国民の公正と真偽というのはあったんでしょうか。歴史をたどれば戦争の歴史といっても過言でありません。絶対に日本が仕掛ける戦争はしてはいけませんけれども、確固たるこの国の安全と平和を自らの力で守っていく、こういう体制がないと平和というものを勝ち取ることができないわけでありまして、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意した、これは素晴らしい文句だから、これを守っていかなければいけない、安全法制はこれに違反するから憲法違反だ、主婦の人たちまでも九条の会なんていうのに入ってそういうことを言っているわけですけれども、私はやはり二度と再び日本が仕掛ける戦争はしないけれども、この国の安全と生存というものは自らの力で守っていく、こういう体制を取らないとどんなことをやっても日本の安全と生存が保持できないと思います。例えばお隣の中国はどんどん軍事費を拡張して、原子爆弾のみならず水素爆弾まで持って、ミサイルという運搬手段も持っているわけであります。また南シナ海では言ってみればそのクリークというものに埋め立て工事をして3000メートルの滑走路を作って、5階建て6階建ての建物を作って基地を作っているわけであります。東シナ海では我が国の固有の領土の尖閣諸島は自分たちの領土だとこう言ってですね、領海警備法まで作って日本に武力攻撃をしようとしています。そういうことを考えたときに、もちろん日米安全保障条約というのは大切ですけれども、それを超えて日本が自らを守っていく、まあ、こういう機会がなければならないと思います。繰り返し申しますけれども、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しよう、こう書いてありますけれども、これまでの人類の辿ってきた歴史から見ますと、いわゆる国益を愛する諸国民のエゴと横暴があった、これが現実の世界なんですから、決して戦争はしないけれども尊いこの国を守っていく、こういう基本姿勢で全文というのも私は貫いていかなければならないと思っておりまして、そういう意味でも今安倍さんがやっている安全保障体制、これは当然のこととして守っていかなければならないと思っております。この前も申し上げましたように、今日本国憲法を一字一句変えちゃいけないという共産党の諸君は、あの憲法ができる時には全面的に国会で反対をした、こういう政党が今先頭を切ってこれをやっているわけでありまして、このことに洗脳されてしまった日本国民が踊らされてしまっている、このことは私は危険だと思っておりまして、今日はいろいろ申し上げたいんですけれども、全文の2つのことを紐解いて皆様方にお訴えをさせていただいた次第でございます。これからもいろいろな問題点、矛盾点についてはこれからも話をさせていただきますので、どうかご清聴をよろしくお願いをいたします。
本日は皆様方誠にありがとうございました。